アラクナトロ様、新しい獲物を連れてきました。今日の獲物はそやつか。これは極上の女闘士だな。そやつのエキスも絞り出してやろう。ハンフリーを我に差し出すのだ。ついに姿を現したわね。わざと捕まって16年前に町を襲った魔物の群れはグレイグによって倒されたと聞いていたけれど、生き残りがこんなところにいたなんて。うん、姫よ、ご苦労であったな。ハンフリーよ、すまんが、お主の部屋を調べさせてもらった。決勝戦の直前でお主が飲んでいたもの、あれこそが闘士たちから絞り出されたエキスだったのじゃな。そうか、俺の部屋に侵入したのは。その通りだ、人間よ。16年前、我は憎きグレイグによって傷を受けた。その傷を癒すためのエキスを集めるためにこの男を利用したのだ。強い人間のエキスを飲めば我が傷は治る。そのエキスを人間が飲めば無敵の体になれる。その誘いにこの男は乗ったのだ。勝ち進んで金を手に入れるためには強者のエキスが必要だったんだ。すまない、この秘密を知られたからにはお前たちを生かしておくわけにはいかん。くそ、こんな時に。やれやれ、愚か者め、自分の体のこともわからぬとはな。お主の体はあのエキスのせいですでにボロボロじゃ。情けないな。これも魔物の力に頼った報いか。以上は使い物にならんか。所詮は軟弱な人間よ。ならばこのアラクラトロ様が直々に貴様らを始末してくれるわ。私はみんなを救出する。魔物の方はあなたたちに任せたわ。生かしては返さん。油断大敵じゃ。受け取って。
します。燃えなさい。汚れを払わん。ほらほら、燃え
しの光よ。
ありがとう。やったぜ、いい感じ。これで一件落着だな。仕方なかったんだ。俺のような三流投資の稼ぎでは子供たちを養うことができなかった。ここは孤児院の真下にあたる場所でな、ある日金が底をつき頭を悩ませていると、力が欲しくないか、欲しかったら我の元に来いと。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために俺は力を手に入れることにした。ろくでもない契約なのは分かっていた。だけど俺の育った場所その決意を真っ当な努力に向けず守る。しかしまだやり直せるはずじゃ。わしはここの町長につてがあっての、個人については悪いようにはせん、なんとか手を打つよう働きかけてやる。だから安心して人生をやり直すがよい。起きて。ねえ、起きて。起きてったらん。Good morning! いや、お目覚めのところすまないが、道義上に急いだ方が良さそうだ。お預けになった表彰式を今日やるんだとよ。さあ、早く行こうぜ。
表彰式頑張ってね。観客席から勇姿を見守ってるわ。盛り上がった仮面舞踏会もいよいよ終わりの時を迎えました。それでは改めて表彰式を行います。ハンフリールーキーチーム、どうぞ舞台へ。それでは優勝賞品の、ちょっと待ってくれ。本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビションマッチをやろうぜ。どちらが上か白黒つけようじゃないか。まさかのエキシビションマッチの提案に会場も大いに盛り上がっています。これでもう後には引けなくなったな。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ。勝っよし、始めようぜ。やってやるぜ。よし、おりゃ。なんだか弱くないか。一体どうしちまったんだろう。お見事。エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気が。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれて あんたは立派なチャンピオンだったぜ。ハンフリー、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 
それではチャンピオンであるあなたに優勝商品である虹色の枝の贈呈を。大変です。虹色の枝が盗まれてしまいました。虹色の枝があった場所にはこの仮面が。この手紙はあなた宛てのようです。ユグノワ城跡にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。おお、なんと最後に思わぬ大波乱。優勝商品の虹色の枝がロー選手によって盗まれてしまいました。果たして新チャンピオンさんはユグノア城跡で虹色の枝を取り返すことができるのでしょうか。ユグノア、それって彼の故郷なんじゃ。